春町の吉住です。今大丈夫ですか？感想文読みました。はい。だいぶ変わっとったね。そう。いや、まあ、それでさ、ね、だから、ネットオークションの出品とかは別に得意なんですけど、こういう文章を書くの苦手なんですって言ったけどね、ね、まあ、今回の感想文はさ、字間違っとっちゃう。その不安が自信に変わって行きましたの自信は結構自信がついたってことやろ。要するに自分でこう不安、自分自身の自信だとで。で、それでさ、これさ、変換す、自分の字で書くんじゃなくて変換するときってこれ間違いやすかろうが。自分自身の自分自身やと。じゃなくて自分を信じるやろ。いや、それでさ、ね。いや、それで、結局、手書きじゃなくて、この活字、この要するに、これでするときはさ、間違いやすいわけよ、これが。だけど、ネットオークションとかも誤字が多くある可能性があるって、これやったら。だから、あなたはしてきましたって言おうけど、こう字、間違いようこと多かったかもしれない。ひょっとしたら、この提出物、ちゃんと気を入れてせないかん、この2ページの提出物でも間違えるぐらいやけどね。間違いやすいとよ。だけん、そんなのを見てもらわないかんとよ。逆に。これ、時間かかった割には字は違うと。これさ、もしさ、試験やったら受からんわけよ、これやったら。よ。それとさ、まずか、字が間違うとっちゃう。正社員に登用ってさ、登用する方は会社の方やもん。あなたが登用したじゃないもん。字そのものも違うよ。登用っていう言葉はあなたから言われるじゃない。曹操が表現すると。だけつまり、誰かがあなたのことを書いたっていうんだったら別。会社がその何々君を登用っていうことや。あなたが登用って書いたらおかしいじゃん。だけ自分がも見るのに、例えば拝見するって言わないかんのに、自分がご覧になるって言うみたいなもんなわけよ。間違いやすいって言われれば間違いやすいっちゃうけどね。だけプロとしてっていうんだったらその辺ができとかないかんじゃん、逆に。やっていうかさ、その方向、あの、これだけ時間をかけるんやったら、その途中で電話が欲しかったよね。いや、だけそこがね、いや、だけ要するにね、要するにね、仕事を、まあ、例えば、そこ何ヶ月かのアルバイトにちょっととりあえずおいでっていうのと違うわけよ。だけ要は仕事をしてみた時に、あ、この辺まずいなってやっぱ思うけんね。要は、なんていうかな。人ってさ、ちゃんと神経立てとったとしたって間違うやない。ね。だけど、神経立てとってこれってことはかなり怖いんよ。要するに仕事をさせるってことは、こっちは逆にね。っていう私は逆に不安になっと。よ。して仕事は最終的にしてみればわからんって、確かに。でもね、不安よ、こっちは。逆の立場になったら。だってさ、気がつかんちゃけんね。どげんもカバーできる。これ実際仕事は違うんですって言い切れる。こういうことの誤字とかね、なんかとかこの報告をしなかったっていうのは実際ありましたけど、ね。本当に仕事に入ったら違うんです。僕は本当は違うんですって、実践は違うんですって言い切れる。どう？で、だけどそら、文、あ、ね、感想文とかは上手じゃなくていいよ。別にそんな、別に今からの何、そういう、こう、ね、
雑誌の編集者になろうとかなんかじゃないじゃんけね、仕事はね。うん、確かに、そっち側の、でも、まあ、けど、ついてもあるよね。国語表現ってついても、特にネットの社会、ネットの世界になってきたら、ついてもあるよね。ね。そう。昔以上に必要よね。うん。だけ昔だったら逆に言えば接客ができない関係、ほら、笑顔とか感じがいいことって大事で、今はそれができん人が多いやない。逆にコミュニケーションが少ないけんね。そうそうそう。だけどっちもできん。だけ絶対、結局何でもできないかんのよ。結局はね。で、全部に得意な人おらんから、結局その自分の不得手なところをこう埋めていかないかんっていう作業がみんなあるわけよね。みんなだって全知全能じゃないじゃけん。うん。だけど、ちょっと不安になっとるよ、私はっきり言って。私が不安に感じるのはおかしくはないやろ。度胸も。逆の立場だったら度胸も。私が不安になるのおかしくないやろ。どうも。やろ？私が言うの。うん。で、これをカバーできると、実際は仕事したら違うと。違うと、本当に。いや、それがね、ここまで変えてきてね、ちゃんと書き直しようってことは、かなりやる気があるっていうのはわかるというよ、これで、ね。だって普通書いて根拠、なんでプロの条件とかあんなもん読ませて、ね、感想文書かせるかったら、あれめんどくさいけんって、そんな作業誰もしたくないもん。はっきり言って。ね、だけど、本は今から仕事をする人が読むのに悪くなかろうが、あの内容。そうなんよ。そう。ちょっと、いや、そうなんや、そうなんや。それでね。それで、今から真剣にやろうとしよう人が、あの本を手にすることは、私は悪いことじゃないと思っとけ、あの本を提案した、出しておきたい。ね。で、それにちゃんと、素直に、まあ、要するにネットでちゃんと購入して、ね、感想文書いて、それで、で、来るっていうのは、かなり労力がいるわけよ。だけ、あなたの本気度は見えとった。けど、要は、ね、誤字とか、そんなのがあるときにさ、表現、国語表現がちょっと違ったりすると、すごく不安になるわけだ。とか、あと、それだけ長引くんやったら、もう一遍根本から書き、ちょっと、またちょっと書き直してるんで、要するに、月曜日の提出になりますとか、ある程度自分で、ほら、できるやん、途中経過が。できるよね。だって、あれだけ時間かかっとっちゃけ。ね。一両日中やったら、例えば、その日帰ってきて書き直して、翌日に送ったとしても、それでも送りましたで連絡の時、翌日になんで電話してくれなかったかなと思ったと、私。うん。で、根拠ね、あ、もう諦めたとかいなと思って、そしたら逆に、ハローワークからせっつかれたけんさ、もうだけ、私から連絡するっていうのはね、あの時点で連絡するってのは、ほら、おかしいやん、さ、なんか、その再提出物を報告す、あの、再提出の催促するような電話って、学校じゃないけんね、私、担任の先生じゃないけんさ。だけこれをさせる中野くんはちょっと辛いなと思うと、私厳しいなと思うと、プロとして厳しいなと思うわけよ。うん。プロやけん、学校やないけん、塾とかサークルじゃないけん。うん。それと、そうそう、それとでもね、逆にね、何かチーム何々でやるっていう時に、1週間もそのまま時間がかかるんやったら連絡しとかないかんなって気が回らんっていうのはまずいよ。これ、仕事じゃなくても。うん。よ。てか、あなたの悪い癖と思う、そこは、本当に。うん。だから、私ちょっと今、はっきり言って迷いよう、そういう意味では。これだけ熱心にちゃんとしてきてね、今までも別にほら、こらえ性がなくて、コロ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 仕事辞めとった、要するに、しようようなことは違って、会社の、のっぴきならない理由で、こうやって、また再就職しようっていうあなただから、要するに、これ性のないコロ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 変わりようとはまた別なんよ。それは分かっと。私もいくらなんでもそれは分かっとよ。ただ、それならそれでさ、その水準が欲しいやない。やろ？会社がその不幸にも、何回な、うん、要は整理せないかん側になったっていうのは、それはしょうがないって。でもね、じゃあ逆に言えば、会社が整理せないかんごと側になった要因はあなたにもあるってことになるよ、これやったら。よ。結果出せな、プロってね、いい？プロってまず結果出してなんぼなんよ。うん。結果が出てないわけよ、結局は。まあ、草野球とか、ね。みんなで楽しく、要するに健康づくりするような、運動やったらいいただのね。じゃなくて、結果出さないかんって、プロって。うん。で、そのやり方が短期的ではなく、長期にわたって、皆様の、要するに、信頼関係を、皆さんと信頼関係を生んでいくような、
やり方しない。関係大変な世界なんよ、プロって。だけ、あなたの行動がプロらしくない、プロらしくないって、これが。この時点ではね。学生のアルバイトやったら別にまだまだまだできてないけしょうがないねっていうことやけども。本当は33歳はできとかないかんよ、これは。だって字がさ、難しい。自分で選んだ字は、これは、まあ、これ、これね、したらいかんことなんよ、これ。字間違うの。これは。それは見てもらわな、また。だって、活字結構大事やけんね、私たちの、ネット上でね。だって字残るけん。で、私もね、クレームでどうしてもお客様とこうやり取りができんでから、こう変換の後から見たらさ、なんかね、ヤフーのほら、お客様からこうやり取りした時の評価のところでから、ちょっとね、厳しいお言葉いただいた時にどうしても返信抵当でね、返事せないかんとかあるやない。あれをね、いっぺん字が、違う語字のままになっとるのかって、それ変えられんちゃう、あれ。あるよ。だけそれはタイムリーに答えないかんかったけど、あちゃーと思ってからね。ちょっと、あんなのは自分で書いたとしてもさ、横でこの字で間違ってないからなと他の人に見てもらいながら、したりするから、いっぺんちょっと冷静にね、特に、何か問題があってお客様と応対するときなんていうのは、ほら、あんまり感情動揺しとったらいかんけど、落ち着いて書かないかんやない。で、その時に一回、今までね、一回だけ私も字間違ったことあるって。だけ私も間違いようけ、人のことは言えんばってんね。間違ってない方がいいわけよ、これ。まあでも、だけどさ、ちょっと考えさせて、私も。でさ、ちょっとさ、実質、ごめん、今まで実際いくらしゅ、あの、もらいよったと、報酬は。ってことは手取りいくらやったと。ああ、になるもんね、どうしてもね。うちも結局、実際はそうなると思います。その正社員に採用され、それ店長の時。まあ、業績が悪かったってこと？そうかい。だけどさ、だからそこでね、そこでね、ね、あのね、要は、自分がね、あ、この会社まずいなとか感じないかんよ、それは。よ、頑張りましたでしょうはないと、逆に。だけどそこはあなたも甘いとこがあるよ、はっきり言って。だけ、なんで決算書とか資産表見ておらんかったとってしよったって。会社が潰れるのはね、会社の社長だけが悪いじゃないとよ。もちろん、でも、中小企業、零細企業はね、社長の力量にほとんどかか、あの、もしに、あの、関わった、あの、なんていうかな、もう7割は、社長の実力にかかっとうっていうのは、それは言えとうよ、確かに。だけどね、それでも、内容がいい悪いっていうのは、自分たちの部署はいいととか、そういうこと言いようだんじゃない。それやったらまずいと思ってから考えらな、自分が。よ。そげになってみて、初めてっていうことは、あなたさ、要は、なんかや、城に攻められとうのに、ずーっとそこで籠城しよって、籠城で城をただ明け渡した、みたいな捕虜になったって感じよ。よ。戦ってないよ、結局は。っていう意味もあるよ、ある意味ね。だけそういう意味では、プロとしてっていうんやったら、ビジネスマンというか、商売をしていくっていうことなの、サラリーマンするっつっても。じゃあさ、ビジネス、商売をしていく、ね、まあ、稼ぐ、ね。何が一番大事と思う？じゃあ、プロとして。何が分かっとかないかんと思う。飽きんどになるっちゃうけど、飽きんどに。飽きんどって一番大、まずは大事なのなんか、なんと思う。一番まず第一段階として、せない。成り立たないかんことってなんと思う。お金の管理ってことは、そこにお金がまずあることよね。稼ぐこと考えないかんじゃ、稼ぐこと。
ああじゃなくて、稼ぐこと考えなきゃあるよ。二宮金次郎さんって知っと、二宮尊徳さん。あの人がね、ただお金を稼ぐことっていうのはね、その結局、志のないその商売っていうのはその良くないけどね、稼がないそういうこう、商売っていうのは、寝言って言っとるちゃっちゃ。みんな寝言なんよ、世の中。寝言。稼がないかんだよ、まずは。その稼ぎ方が間違ってないかどうかを倫理観で持っとかないかんってことなんよ。ってことは、プロはできないかんちゃ。まずは。だけん、あなたは自分が今までしてるところは大丈夫だったんです。会社が潰れたんですって、ヨロが。ね？あなたに反省がないって。私ずっとそれ感じだったよ。あなたと会ってから。挫折を知らん人はね、まだね、本質は何も見えてない。自分が失敗したんだ。自分が一遍死んだんだ。今幽霊になってるっていうことが分かってないって。あなた自分が今死んでるってことに気がついてないですよ。あなた誰かのせいやろうが。会社が潰れたの誰かのせいやろうが。ね？そこが、あなたに根本にある以上はね、厳しいよ。誰かのせいやもん。で、稼ぐっていうのは会社が稼ぎようわけでさ、自分が稼ぎようらんもん。これ、プロフィール見させてもらったらさ、シロアリやもん。あなた。よ。大丈夫？もう切ろうか？ああ、そう、じゃあちょっとあれしようか。大丈夫？じゃあちょっと一旦切ろうか？大丈夫？だけどね、私が面接しようってね、ちょっと気になったのはそこ。だけど、要するに、会社がね、前の会社が、要するに、整理しちゃったのはね、自分たちは頑張りよったけど、ね、自分たちはちゃんと成果が出とったけど、会社が悪いって言わんばっかりやったよ、あなたの感覚は。今もそう思っとろ？いやだけどね、じゃあその100円ショップが本当にずっとその左前じゃなくてあれってやったら、それをちゃんと残すことを進言せな、逆に。よ？それだけやってきたんやったら。言ったの？ごめん、逆に私に電話がかかってきようけんさ、ちょっと待って。お電話ありがとうございます。春増しのすみです。いつも8時まで営業してます。ごめんね。で、何？ 本当に、だから。けどさ、本当に100円ショップだけが上手、いや、うまくいくようになったらさ、畳じゃねえと思うじゃけどね、普通。そう、じゃ逆に私、ちょっと社長に話聞いていい？逆に。内情知りたいけ。
ねえ、無責任よね、でもそれやったら、その社長ね。あ？なんで？それいつか、いつ頃？会社復活する？じゃあ一番最初言ったこと違うんだよ、話を。と言いますとって違うやろ。あと切られたら、ボイスに下げる系うんぬんっていうことはさ。いやいや、それでさ、ちょっと待って。その駐車場の方は、まあ要するに、まあそこを買って返済もありつつ、その、まあ軽症者分の方が足引っ張りようとはいえよ。ね。じゃあ内容がいい100円ショップをどうして閉じるとって普通おかしかろうもんって、どげん、どげん常識で考えても。普通、そんな。いや、それは不当たりでも出したら本当倒産したなら別よ。倒産してないわけやろ？要は。それはわかるよ。ここはどんな形にしとろうとさ、ね、内容がいいところをそんなさ、で、簡単にそんな、普通はね、やめるけ、もうその今のうちにもうやめた方がいいよみたいな話は、普通はないよ、そんな。よ。で、逆に、ずっとうまくやっていくようになったら、ね、続ける方向で、うんぬんっていうのが普通やろ。その前があるはずやろ、逆に。よ。だけなんで、その何、100円ショップの方はずっとうまくいっとったって言い切れると、逆に。仕入れ額あるよね。だけど、その会社が潰れてないのに、で、100円ショップも良かったのに、その、
やめて変わるって言ったら、なんか私はその、合点がいかんというよ、そのピンと来てないというよ、その、ああ、なるほどねって話じゃないような気がするけどね。